はい、吉祥寺の花屋、花心のさゆさです。本日はドライにした方がいいお花を紹介していきたいと思います。まず、一つ目は、このかすみ草。かすみ草を、お花が枯れてからやっちゃうと、茶色くなったりしちゃいますので、色が変わる前にやった方がいいです。ちなみにこちらは、吸わせて染めたかすみになります。こちらのかすみですと、色が染まってなんか知んないですけど、色染めるとすごい綺麗にドライになってくれるんですよ。この色が残ってくれるので、なのでバラをドライにする時も、青バラとか染まったバラお花屋さんに売ってると思うんですけど、そういうお花の方がすごい綺麗にドライになります。でドライにするってもう頭から決めてたら、もう本当に枯れる前にやってください。バラとかだと首がいわゆるちょっとダメになってきちゃうんですよ。なのでドライにしてもペコンって下がってしまいます。で、あとこういうネイティブフラワーもすごいドライにするといいですね。もうネイティブフラワーって正直水に挿したまんまでもいつの間にかドライになってたりします。ちなみにこちらはパンクシア。パンクシアになります。まあ、開いてからでもいいんですけれども、こうやって開く前にもドライにしてあげてもいいです。そして僕のほんと最大のおすすめはこの秋色アジサイ。アジサイもドライになるやつとならないやつがあります。見分け方としては、ほんと触った時に柔らかいか硬いか、これアジサイなのにすごい硬いね。とか、下の方がちょっと茶色がかってる。もう、枯れ方が茶色になる。みたいな、アジサイですとこういうドライになります。で、白の輸入のやつとかですと、もう、しようってなってもう、しわくちゃになっちゃって、ほんとドライにできないアジサイもあるので、そこはお花屋さんに聞いたり、まあ、自分で、ちょっとやってみて慣れていくといいと思います。あと冬の時期にドライにするべきなのはユーカリ、ぜひやってみてください。ユーカリは空気を、きれいにする浄化効果があります。なのでインフルエンザとかそういう時にそうやってユーカリを吊るしてあげて、お部屋の中にいい香りが。するんで、ぜひやってみてください。まあ今日は以上になります。はい、この動画、役に立ったと思ったら、グッドボタン、そしてどんどんお花の情報を知りたいよっていう方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さゆさんなんか今日、はい、動画めっちゃ噛んでたじゃないですか。これおまけコーナーですよね。これおまけ動画撮ってます今。これ撮ってるってことは練習で切らないんですか。あ、もうなんかもうめんどくさいんでそのまんま行っちゃうみたいな。はい、普段からこうやって噛んでます。今後ともよろしくお願いします。お願いします。